はい、それでは、アフィリエイトメルマガセミナー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、アフィリエイトとは何かっていうことについて説明しますね。まあ、アフィリエイトやったことないっていう方が大半というか全員だったんで、そもそもアフィリエイトとは何かっていうお話をしていきますけど、もう、じゃあアフィリエイトとは何か、じゃあ西本さん、アフィリエイトとは何でしょうか。ざっくりイメージとかじゃないですよ。ざっくりネット上のものみたいな。じゃあ高藤さん、まあ、この商品いいよとか感想とか、感想、はい、感想レビュー、あ、レビューです、はい、レビュー、レビュー、ピレビュー、レビュー。はい、じゃあ竹信信さん、はい、なんか代行というか売りたい人のために代わりに営業をしてあげる、はい、営業代行、はい、イメージだったんです。はい、まあ皆さん正解ですね。な、まあ高藤さんじゃなくて竹信さんの営業代行が一番近いですね。近いっていうか、まあ正解ですかね、営業代行。はい、まあ人の商品を上で紹介するのがあるんです。この商品をネット上で紹介する。ただこれだけです。アフィリエイトです。なんかいろいろね、ブログアフィリエイトとか、なんかメルマガアフィリエイトとかいろいろありますよね。そういうのいろいろあるんですけど、本質はこれです。あのね、人の商品をネット上で販売する、紹介する。まあ、人っていうかね、あの他社の商品、他社。竹信さんだったら分かりやすいと思いますけど、どっちかっていうと、はい、あのドロップシッピングですよね。あ、簡単に言うと、はい、物販系で言うとね、ドロップシッピングとアフィリエイトの差ってちょっと微妙だと思うんですけど、ドロップシッピングはアフィリエイトよりみたいなもんですね。ドロップシッピングって知ってます？あ、無在庫ですね。そう、はい、無在庫で、はい、で、なんかリンクとか貼るんですよね、確か。そうですね、私はやったことは。はい、なんか、ね、あのドロップシッピングとほとんど同じだと思うんですけど、はい、自分では持たないけども、まあ向こうが直送してくれるみたいなね、僕は関係ないみたいな、僕はただ紹介するだけというのはまあアフィリエイトです。僕は自分で、自分の商品をネットで紹介するのも、まあ一応アフィリエイトですね。自分の商品を ASP ってこれからあのお話しますけども、自分の商品をそこに登録して、それを自分でリンクを生成して自分でアフィリエイトする、それはまあアフィリエイトです。ちょっとね、アフィリエイトってなんか難しいっていうかね、なんか概念がちょっと難しいんですけど、まあ要は、人の商品をネット上で紹介するだけです。自分がね、リンクっていうものを使って URL ですね、ありますよね、よく HTTPこれを紹介するのがアフィリエイトです。で、めちゃくちゃ簡単に言うと、これもね、あのリアルと同じなんですけど、僕がこのペンをね、僕がこのペンを10円で作りましたと。で、お客様に100円で売りたいと。で、直接僕がこのお客さんにいれば売れば90円の利益ですよね。でも、僕が売る範囲って決められてますよね。僕の情報もっていうか、まあ、業者に頼むでもいいし、店舗に出してもいいし、僕の知人に出してもいいし、でまた売上経路を増やすわけですよね、ここで。その分 その90円が売上になるわけです。でこれをじゃあ
インターネットのね、あの ASP っていうこのアフィリエイトセンターと言われるところに登録して、こうやって商品登録するとするじゃないですか。そしたらここにアフィリエイターさんってよく聞きますよね。アフィリエイターさん、まあ影響力持ってる人とか、サイトで PV が多い人とか、その人がここに登録してるわけですね、この ASP さん。で、僕がこのペンを代わりにこの人に売ってほしいと、この人も客がいるわけですから、ここにお客さんがね、 PV とかお客さんがここにいっぱいいるわけですから、この人が紹介してくれればこの人たちにも売れるわけですよ。でも僕はこの人たちのことを知らないわけですよね。このエンドユーザーって言うんですけど、このユーザーは僕は知らないわけですよ。だから売れないです、そもそも。だからここの売り上げはここの売り上げで自分の売り上げなんですけど、プラスアルファでアフィリエイトさんに頼んでお客様にね、やることで販路が広がって売り上げが上がるわけじゃないですか。ただこの人を紹介してもらってるから、この人にいくらか払わなきゃいけないですよね。だから例えばこれが50円アフィリエイトさんにお支払いしたとしても、もともと90円の利益ですから40円の利益です。こっちよりは下がっちゃうけど、もともとこっちにリーチできないわけですから、もともと0円ですよ。この人に頼まなきゃ、頼まなければ0円、頼めば40円だと食べますよね。だからここの金額はいくら上げてもぶっちゃけいいんですよね。アフィリエイターさんに紹介してもらうのって、この人のお客さんは自分では届かないお客さんたちにリーチしてくれるからいいんですよ。だから極端な話、これは90円じゃ利益ないか、80円アフィリエイターさんに上げたとしても10円儲かるから、やらないよりはいいですよね。これがアフィリエイトです。これをネット上でやるからアフィリエイトっていうだけです。これ普通の、これ普通ですよね。これ普通ペン、これを僕が直接使った君に言ったら僕90円儲かるわけです。ただ僕が塚田君のこと全く知らなくて、東川さんにすいません、これ何年かに売ってもらえませんかねって言って、で東川さんが塚田君に言ったら、僕の利益は90円ではないけど、もともと東川さん頼まなければ塚田君には売れないわけですから、だから東川さんが塚田君に、900円でね、ペンを売るわけです。100円で、そしたら僕は東川さんに例えば50円あげると、50円ね、そしたら僕も50円あ、僕は40円の利益で、東川さんが50円の利益で、塚田くんに売れたから、僕はもともと塚田くんに売る方法を知らなかったからラッキーじゃないですか。だから動いてくれてありがとうってことで50円で、例えばじゃあこれで東川さんに、これが増やすからですけどね、1000人に売ったとしますよね。そしたら僕はまた次新商品考えたら東川に紹介してほしいんですよ。そしたら今後もね、ずっと紹介してほしいから、これが60円とか70円にするわけです。これがアフィリエイトです。でアフィリエイト報酬っていうのはこういうふうに決まってきます。だからまあリアルがネットだっただけなんで、すごい単純な話です。今これをやったのをネット上でそのリンクとか紐付けとか、これから話していきますけど、そういうのは勝手にできるっていうのが便利で、アフィリエイターっていうのは言います。でも紹介業ですね、アフィリエイターっていうのだから。そんな感じですね。だからこれからアフィリエイトもやっていくのであれば、まあ、そんなにね難しいことではないということを最初に認識していただいて、あとブログアフィリエイトとかね、なんかいろいろありますよね。ブログアフィリエイトとか、なんか SNS なんとかとか、あとは、Facebook で日給何万円とかね、いろいろありますよね、そういうの。全部ただこれです、ただのこれです。媒体がこれなだけですでは ASP の概念についてお話ししていきます。まあ ASP っていうね言葉が何個か出てますけども、そういうのを専門でやってるサイトがあるんですよ。アフィリエイトセンターって言うんですけどね、アフィリエイトサービスプロバイダーっていうんですけど、 ASP っていうものがあります。このサイトに登録するとアフィリエイトができるようになります。
で、これが私ですよね。で、私が例えば Facebook で、まあ、あと16人で5000人になるんですけど、もうすぐで記念すべきに、ね、なります。じゃあ僕が Facebook 5000人友達いましたと、まあ、実際ね、あのリーチする数って10倍って言われてるんで5万人だとしますね。僕5万人にするリーチをできる力を持ってます。そしたらアフィリエイトセンターを僕が登録しますよね。で、そうすると、そのリンクっていうのをもらえます。リンク、あのね、よくピーってあるやつですね。 URL をもらえます。その URL を僕がこの Facebook に投稿しますよね。で、買ってくれたらもうさっきの流れが成立するわけです。で、ここに商品がいっぱいあるわけです。この ASP ですもんね。この商品を僕がどうやって何を選ぶかっていうのは、僕次第っていう感じです。で、この商材っていうのはもう本当に無限にあります。この商品っていうのはこの会社自体も何社もありますし、商品もいっぱいあります。例えば、化粧品も、ね、売れますし、物販であればね、さっきのドロップシッピングみたいな感じでこういうのも全然売れます。生成すれば、あとは家具とかね、ダイエット商品とか、今ね登録すれば本当に何でもあります。剣道のやつとかね、剣道の道具とかスノボの板とかね、そういうのも全部できます。だ、そういうのを私が選んで、でこのリンクを生成するっていうボタンがあるんですけど、そのボタンをクリックするとあなた専用のURL がこれですってことにいっぱい出てくるんですよ。それをコピーして貼る。で、ここで例えば5万人いて10人が買ったとする。で、これアフィリエイト報酬っていうね、アフィリエイトしたらいくらあなたにあげますよっていうのがここに全部書いてあるんですけど、ここに書いてあるやつが例えば一件につき5000円あなたに渡しますと書いてあったとしたら、5万円ですよね。5万円私は5000人友達がいて約5万人にリーチすると、例えばですよ。そうなった時に、5万円僕は利益を得れるわけです。1回の投稿でですね、例えば、まあ、何回か投稿するパターンもありますけども、例えば1回の投稿で5万円報酬が得れたとしたら、これはもう文章を考えたのは例えば5分だったとしたら、これもたった5分で日給5万円です。そう、まあ、こういうのね、いいとこ取りしてああいうキャッチコピーで作ってあるんですけど、そうそうそう、まあそういうことになりますよね。こういうのが例えばあの有名なアフィリエイターさんだったら Facebook もあるし、アメブロもあるし、 Twitter もあるし、自分のね独自ブログの WordPress もあるしとかやると、ここにもう何万人っていうわけです。その人たちに全員に宣伝するから、これがかける4になったりするわけですよ。そうするともう何十万円ってね、いきますし、これ1日の話ですからね。例えば1日でこれやったら、例えば20万じゃないですか。1日20万で、かける30日600万ですよね。こういう計算になるわけです。これをこのアフィリエイターっていうのは、この集客媒体をいかに増やすかっていうのがアフィリエイターの仕組み、仕事です。だ、商品は人が作ってくれてるわけですからね。商品と販売する仕組みが作ってくれてるわけです。大体こういうアフィリエイトセンターにあるのは、これ選んだらこのリンクにが、このリンクを飛んだらこのセールセンターっていう長いのね、よくあるじゃないですか。で、申し込みボタン、これも全部この会社が用意してくれてるんで、もうこのリンクを紹介するだけと。だからこっちは集客を頑張ればいいという話ですよね。で、アフィリエイターさんでメルマガやったらいいじゃんみたいな、よくあるじゃないですか。で、今日もメルマガセミナーのことなんでメルマガのお話しますけども、こうやってね、常に拡散してるじゃないですか、いろんなところにね、アフィリエイターさんっていうの。で、これ全部街ですよね。ネット上に置いてあって、それを見に来てくれる人たちを集めてる PV とかね、あるんですよ。でもそれだと結局弱い、見に来てくれないこともあるし、一回見ても帰っちゃう人もいるんです。
だからメルマガっていうものを用意して、アドレスをね、メールアドレスを取ることで、お客様メールアドレスをここでゲットすることで、もうこっちからアクションすることが可能になります。こっちの媒体って自分からアクションできないじゃないですか。直接メッセージとかできますけど、なんか友達の友達でたまたまタイムラインに出てきた人とかって特定できないと、なかなかね。向こうは 見れますけどね、こっちのことは。なんか僕もよく言われますけど、そのあのこの前なんとかなんか言ってましたねと か初めて会った人でも、なんか Facebook でこの前なんか焼肉食べててすごい美味しそうでしたねとか言われるんですけど、いや知らねえしみたいな、いや俺知らねえしみたいな、あなたのことみたいな、そういうのも起こりますから、そういう人をなんか一つにまとめるってイメージですね、メルマガとかって。しかもこっちから強制的にメール配信できるから、あの強制的に宣伝することができるんですよ、もう悪く言えば。だからメルマガがいいって言うんですよ。ただメールアドレスを取るっていうのはまず難しいんですよね、実際。登録してもらわなきゃいけないんですから、めんどくさいじゃないですか、みんなやらないんで基本的には。だから登録させてもらうっていう作業が一番大変なんです。でもそもそも登録してもらう作業をこうするんですけど、これもプレゼントをね渡して登録したりとか登録させたりとかするんですけど、プレゼントを作るのも大変だし、このプレゼントをあげますってページを作るのも大変だし、でプラスアルファはそもそもここに導入する前にこれの集客媒体がなきゃいけないんですよ。だからよくあるメルマガアフィリエイトとかっていうじゃないですか、あれ一番最強に難しいビジネスです。あれも最終形態です、アンドネットビジネスの。だからメルマガアフィリエイトやりましょうっていうセミナーとか塾とかありますけど、あれはやめた方がいいと思います、僕は。まずね、メルマガを配信するスキルもないでしょ、あのコピーライティングスキルもないんで、まずよあの、ね、響く文章も作れないのにも変わらず、いきなりそっち学んじゃうと、うん、なんかね、あのいつもお話ししてるんですけども、ビジネスって集客、教育、販売なんですよ。この3つしかないですよ、流れは。この流れしかないです、基本的には。これがアフィリエイトリンクだったとしたら、教育をしなきゃいけないですね。いきなりアフィリエイトリンクを置くのも誰も買わないですよね。僕が例えば今日、西本さんに Facebook でつながって、あ今日お疲れ様でした、これ買ってくださいって言われるから買わないですよね。そう、それと同じです。だから教育が必要なんですよ、集客。だからまず集客をして教育して販売したわけです、流れはね。ただ集客っていうのはその今言ったここですよね、 SNS のところ、いっぱい人がいるところにアクセスするのが集客で、ここから誘導する、まあこの記事でもね、教育できるんですけど、前から同じその欲しくなるようなね記事を書けば誘導できるんですけども、それだとちょっと弱いと。また何ですか、このメンバーの話もありましたけど、来ないかもしれない、見に来ないかもしれないですね、そのセールスかけた時。それもあるから、じゃあ教育するためにはどうしたらいいんだろう、効率的な方法はないだろうって言った時にメルマガが使われるわけですよ。でメルマガで毎日配信して、自分のことを知ってもらって、で商品の良さとか説明して、でこの商品はどんな、この商品を使ったらどんなことになるのか、この商品を使ったらどんな未来が訪れるのかとかね、こうメールがバーって流れてきますよ。最後にこれ買ってください。だからここが教育なわけです。だからメルマガアフィリエイトっていうのは、じゃあメルマガアフィリエイトやりましょうってなったら、その教育の部分を学ぶっていう意味ですよね。この部分です、教育の部分をメルマガアフィリエイトっていうのは教育の部分です。じゃあ集客どうするのって言ったら、あじゃ あ, 適当に SNS でし登録してもらってアドレス収集してくださいって、いやそこが一番難しいんだよみたいな。そう話なんです。で僕一番最初に買ったのがこれです、この商品だった、メルマガアフィリエイトの商品でした。あのアドレスはまあその辺で適当にね集めておいてみたいな、いやそこが一番難しいんだけどとか見ながら、だからここばっかりよね、ずっと僕の、そうそう最初のはメルマガアフィリエイトじゃなくてメルマガプロダクトローンチっていうやつだったんですけどね、
プロダクトランチっていうのはそもそもここの商品自体も自分で作るんです。アフィリエイトじゃないですよね。アフィリエイトは他の人の商品を売るだけだから、教育のメールだけしてればいいです。でリンクを貼ればいいだけ。でもプロダクトランチっていうのは商品すらも自分で作らなきゃいけないんですよ。商品作って、申し込みページ作って、決済用意してね、そのメールも全部書いて、でさらに集客しなきゃいけないです。これ全部やんなきゃいけないとね。プロダクトローンチ全部やらなきゃいけないと僕一緒に最初買っちゃったんですよそう、今考えたらね、今買うべきやつぐらいですよ実際。だからね、そのああいうネットで販売されるやつとかって、そういうの分からずに結構買っちゃうパターンが多いんですよね。自分に合ってるかどうかとか、今の現状にマッチしてる商品なのかどうかとか、その何、小学生がいきなり数学の教科書買っちゃったみたいなんですちょっと分かんなくてでもなんか数字強くなきゃいけないと分かってるけど、分かってるからなんか勉強しなきゃいけないなと思ってるんだけど、分かんないから数学2とか買っちゃったみたいな。そもそも足し算もまあできないのでみたいな、いきなりね、因数分解とか出てきちゃったみたいなそういう感じです。だから情報商材とかね、買うときも注意してください。そういうの、あの、ね、自分のレベルなのかどうかっていうのが一番大切だ、なので、うん、だからその代わり、だからそのさっきも言った対面とかね、そっち系はそういうのをちゃんと、ね、聞いてできるじゃないですか。だからそれもいいっていうのはありますよ僕も基本的に対面でやってるんですけど、やっぱりその毎回一人一人そのレベルが違うんで教えること変わってきますよね、どうしても。今までさっきも最初に聞きましたけど、そのやったことありますかとか、ね、アフィリエイトって知ってますかとかね、そこから入るんで。情報商品とかってもうね、動画作られてあるわけですから、無視じゃないですか。その辺これを覚えてください、終わりですから。だからそこが結構難しいところがありますだから最近の事例で言うとね、塚田さんも、塚田さんは聞いたことあるかもしれないですけど、21の子が、僕を教えて1ヶ月半で月収120万円いったんですよ。それはなぜかというと、その人はたまたまセールスが得意で、前職がセールスの人だったんですよね、営業やつで。だからじゃあとりあえずさっさと転売でもアフィリエイトでもいいから結果出して、でそれコンサルだったらいいんじゃないって言って、で1ヶ月で、転売やらせて実績上げてやってもらってでそれコンサルするっていうのをやらせたら、もうすぐ100万超えました。そういうのがあります。でもそれをじゃあ僕がアフィリエイト塾ってやって、その人に教えてたら多分そんなになってないですよね、絶対。もっと1年2年またね、脳が濃くなってたかもしれないそれはその本当に結構重要で、そこを結構大事なんで、それも覚えて帰っていただければなと思います。はい。で、今アフィリエイトについての種類とかを説明しましたけどもじゃあなぜそのアフィリエイトでもいろいろな、種類があります。さっきも言ったと思いますけど、まあ、化粧品とかね、ちょっと化粧が分かんないんであれですけど僕高卒なんでまだ知らないかもしれないさっき言い忘れてましたけどあ、高卒じゃない、高校中退なんでね、ここ卒業してないんでまともに。ダブったっても言いますよ、ね、化粧品とか、あとはダイエットグッズとかね、あとは、DVD とか、ね、CD とかね、いろいろあります。実際スピードラーニングとか聞くじゃないですか、音声教材、あれも情報商材ですよ、はっきり言って。セミナーの DVD とかね、よくありますけど、ディズニーのね、DVD もあるもんね、情報商材ですよね。情報を売ってる。デジタルコンテンツですから。だから、そっちが、まあ、儲かるんだよっていうお話です、今回は。なぜ、まあ、アフィリエイトの中でもね、いろいろありますけども、なぜ、
情報商品、情報を扱うと、稼げるのか。なんかちょっと熱くないですか？熱いっすよね。エアコン調整するとか知ってます？いや、久保ちゃん、いつもお菓子さんが調整してるよね。じゃあ、カレンダーでしょうか。はい、エアコン買います。はい、じゃあ、なぜですね、情報を扱うとなぜ稼げるのかというところですね。まあ、いろいろ化粧品、ダイエット、DV ありますけども、情報商品が一番稼げます。でなんかよくあのネット上にね、何億とか秒速で1億円とか、ね、いますけども、ああいう方は、情報商材ですね。でなぜ稼げるのかっていうと、まあ、利益率がいいからですね。圧倒的に利益率がいいです。例えば化粧品であれば、化粧品を作るまずお金が必要ですよね。化粧品、これ一応化粧品なんですけど一応化粧品です。これ化粧品で製造しますよね。まずね、作る、まず作ります。でこれで一個何にもしてない状態ですね。できたって、完成した状態で500円だったとしますね。さっきその渡していくらっていうのありましたよね。そもそも作らなきゃいけないんです。500円かけて、500円かけて作ったものを、パッケージ化して、まあ、もう箱とかもね、いろいろありますけど、まあ、全部含めて、細かいこと言わないで全部含めて、でやっと500円という商品ができますよね。そもそもこれで、ね、利益をつけなきゃいけないわけですね。例えば2000円で売ったら1500円の利益ですね。ここで初めて、市場に出るわけです。そもそも500円がかかってるわけですね。でそれで、仲介したら、その、まあ、アフィリエーターさんとかで例えば頼むとしたら、またそこで利益なくなります。でも情報商品っていうのは無料です。基本的に原価もないし、あの在庫もないし、で証券も無限だし、日本にも世界にも売れますよね。今だったら YouTube とか世界に行けますよね。一応あれも、まあ、情報商品っていうかね、情報発信して、まあテレビみたいなもんですけど、あれは広告収入なんでね、そういう感じでこう利益率が高い、無限証券、剣難しいですよね。マク。こんな感じか。無限証券。雰囲気でね、雰囲気で。在庫なし。だから稼げるっていうね、感じます。だからもう500円も何もないし、無料だから、あの失敗しても別に、ね、リスクないし。だから僕が例えばね、動画いっぱい撮ってなんかサイトに埋め込んで1000円ってやって買ってもらったら、僕無料で全部作ってます。動画も、まあ、サイトちょっとあのお金かかりますけども、まあ言ったって月数百円です。あのサーバー代とかね、サーバーとあのなんだドメイン、年で3000円とかですからね、あれのって。だから、まあ、要は3000円投資して1000円がね、例えば10個売れたら1万円じゃないですか。それだけでもう7000円稼げますし、10個以上売ろうと思ったっていっぱい製造する必要ないですよね。コピーするだけなんで、コピーするだけですから。だから稼げるっていうね、いくらでも売れるんですよ。在庫の心配もないし、
無限に売りまくれるわけです。で消えることもないしね。でなんか流行りとか変わっちゃったらデザインとか変えたりとかね、なんか言い方変えればいいだけなんですよネット系のね、情報系の実際そうなんですけど、結構言い方が違うだけで中身が全部同じっていう結構ありますよくあります。まあ、原理原則ほぼ同じなんで、ぶっちゃけ今話してることとか同じですけど、まあ、人のものを紹介するかね、まあ、ね、自分の商品を販売するかとか、あとはね、アフィリエーターになるんだったらメルマガ集めなきゃいけないとか、 SNS 友達増やしたりとかフォロワー増やしたりとか、それだけですから、ね、言ってることは最終的に。あと PPC アフィリエイトっていうのもありますけども、それはまあ広告モデルなんで、ちょっと詳しい話になるんですけど、まあそんな感じですね。だから稼げると、だ自分でもできますよね、実際ね、なんか知識があれば。なんかさっき趣味とかね言ってましたけども、その趣味をめちゃくちゃまとめて、動画にして配布すれば、買ってくれる人がいればもうそれは立派な商品ですよね。でさっきねちょっとあれ見せたんですけど、意外とね情報商品ってね結構いっぱいあるし、自分で作れたりするんですよ。で有名なのでめちゃくちゃ売れてるランキングみたいな情報商品ね、これに、まあ、ゴルフのやつとかあるんですよ。ゴルフのやつとか、あとは元彼と復縁できる方法とかねこれもめちゃくちゃ売れてるからここに入ってるんですよね、殿堂入りランキングで。これなんか誰でも作りそうじゃないですか、ある程度ね、なんか恋愛経験してる人だったら僕でも全然作れると思うんですけどあとこのイワンちゃんの、ね、犬のしつけの方法とか、そこれまあ ASP っていうね、これアフィリエイトセンターなんですけど、まあ、これクリックしてこれ売りたいってポッポチポチって押すと、まあ、リンクがあなた用のリンクっていうのが出てくるんで、それをコピーして貼ればいいだけなんですけど、まあ、こうやって、ね、バストアップとかね、これも英会話系ですか。そう、情報の商品系っていうのはこんな感じです。一番利益率が今お話ししたね、まあ、化粧品とかいろいろありますけど、これが一番儲かりますっていう。で今ね、転売とかもやられてるんで、そのね、ノウハウとか作って売れば一番いいと思いますけどねすぐできますけどね、はい、すぐできると思います、はい、そんな感じです。なんでまあ実際稼ぐ系じゃなかったとしてもね、こういう風に復元する方法とかもね、売れるということです。で、これアフィリエイトの話なんですけど復元する方法とかね、これ作る側のやつ、作る側の人っていうのは、ちなみに今インフォプレナーって言います。インフォプレナー、まあインフォってね、情報を作るっていう意味だと思うんですけど、まあ、インフォプレナーとアフィリエイターってよく言います。インフォプレナーっていうのは販売者、アフィリエイターっていうのは紹介者ですね、っていう感じです。なんでそもそもビジネス、そのネットビジネスですね、ネットビジネスと言われるものと言われるものをざっくり言うと、まあ、物販系ですね、竹井信さんがやってるやつ、はい、物販系、アフィリエイト系、インフォプレナー系、まあ、主にこの3つです。ネットは、ネットビジネスはこれ絶対どれかに当てはまります。これ以外はないです、基本的に。この3種類です。この3種類の中のいろいろあるわけですね。ここであれば、まあ転売なのか、ドロップシッピングなのか、あとは背取りとか、全部合わせて転売って、ね、言うのかもしれないですけど、まあなんかいろいろありますよね。電脳せどりとかね、これなんかいろいろな名前がつくわけですよね。なんとかせどりとかね、なんとかスーパーなんとかからね、それは、まあ、この種類の、まあ、その中の手法の一つってことです。よくアフィリエイトやりたいんですけど何から始めればいいですかとかって聞かれるんですけど、いやそもそもアフィリエイト分かってるみたいな
話から入らないとね、実際いけないです。これもあるのに分かってる、これもあるけど分かってるみたいなね、この全体像を知らないと、なんかネットビジネスイコールアフィリエイトみたいな人いっぱいいるんですけど、そんなことはなくてこの3種類ですね。で、アフィリエイトはブログ、ブログアフィリエイトなのか、メルマガなのか、あとは、まあ、LINE、 さっき言った LINE なのか、あとは、ワードプレスとかね。で、アフィリエイトの種類の中にも、いろいろあって、広告モデルっていうのがあります。これはさっき言いました YouTube とかそっち系ですね。見てもらうだけでお金が入る、特になんか売るわけではないっていう、あのテレビと同じですね。視聴率集めて、で、あの企業から CM 代もらってるわけじゃないですか、あのテレビはね、が広告。あとこれはあのなんだ、 Google AdSense とかよく言いますよね、 AdSense 広告とか。あれっていうのは、例えば WordPress のサイトに、自分のサイトにここにあの、ね、AdSense 広告を契約してね、これまたアドセンスに広告して、ここに広告出して、その例えばここに英語のずっと文章書いてたら、勝手に e ラ、あの、ね、あの e ラーニングとかね、なんだっけ、さっきスピードラーニングとか、あの適切な広告出してくれるんですよ、グラドセンス。だからいちいち商品選ばなくてもいいです、貼っとくだけで、適切な広告が出されて、クリックされたらお金が入るっていう仕組みですっていうアフィリエイトもあるし、まあ、これアフィリエイトっていうのがね、ちょっと微妙なところはあるんですけど、まあ、この部類になります。あとさっきみたいに直接もリンク貼って紹介するパターンのアフィリエイトもあります。だからそういうののいろいろな言い方ですよね。あと PPC アフィリエイトっていうのもあります。聞いたことある方いらっしゃいます、 PPC アフィリエイト。 PPC アフィリエイトは、こうやってね、あの検索エンジンありますよね。でここに広告出てるじゃないですか、なんかこうやって黄色の広告ってちっちゃく書いてあります。これってお金出せば誰でもできるんですよ、大企業とかじゃなくて普通に僕でもできるし。でこれ だけど例えばこれ、ニキビで検索した人に出るとかっていう設定数しなきゃいけないんですけど、これはニキビっていう人が検索してきて、このこクリックした時点でお金払わなきゃいけないんです。買うか買わないかも無視で、こっちは広告出すっていうイメージですよね。だから僕がニキビにワンクリック100円払ったとしますよね。で1日に100クリックされたと、そしたら1万円です。ただこれクリックされてもらって、その先のアフィリエイトリンクですよね、アフィリエイトしてるわけですから、その先に飛んでもらったページ、このページ、ランニングページですね、ランニングページ、この申し込みページ、この申し込みをしたら、僕に例えば、1件1000円のアフィリエイト報酬が入るとしたら、要は1万円超えればいいわけです。1クリック、100クリックされて1日1万円かかってしまうけども、20個売れて2万円になれば僕1万円の利益ですよね。これが PPC アフィリエイトです。あのリスクを負って広告を出して、販売益を得ると。まあ、ちょっと転売と似てます。そうそうそう、転売と似てます。仕入れて、まあ、売るみたいな。仕入れて売れたら、あの利益が自分のもので。だからこれは結構ね、あの難しいんですけど、作業は。あのこのページも作んなきゃいけない、自分でね。だから HTML っていうか、ね、ある程度の知識は必要なんで。やることは難しいんですけど、これが一番結果が出やすいですね。広告かけさえすればクリックとかはされるんで、あの数字の計算できるんですよ。マイナスになっちゃったとしても、あの実績にはなるっていうか、その経験値は得れる。でこのブログアフィリエイトとかメルマガアフィリエイトとかいきなりやっちゃうと、そもそもアドレスが取れないから、もう何の1もないみたいな。そう、それで結局ね、あの Facebook 頑張って友達2000人にしたけど、結局何もないみたいな、メルマガ登録もないしみたいな、お金も一銭も入らないみたいな。一応マイナスになってるけど、その10クリックされて1個買われたとかっていう計算はできるんで、そのビジネスっぽいことはできるんですよ、こっちの。
ただリスクがあるっていうね、マイナスになるかもしれない。100クリックされても1回もクリックされないかもしれないし、あ、100クリックされても1個も売れないかもしれない。でもそしたらその商品が悪いんだなとか、まあ、一応ありますけどね、このキャッチコピーとかね、だから改善の仕様がありますよね。だからこっち系はだから難しいです。改善の仕様が、まあ、難しい。なかなかそもそも集客販売セールスを一人で全部やってるわけですから難しいということです。で物販とかはね簡単、一番結果出やすいのはなんでかっていうのは、ただね安いものを買ってタグ売るだけなんでめちゃくちゃ簡単ですよ。あと無在庫の転売とかもありますから、あれとかもっと簡単ですよね。ただ出しまくって売れたら買って売ればいいだけですから僕結構それおすすめしてますけどね、はい、初めての人、まだビジネスやったことない人はねおすすめしてますけどまあそんな感じの流れです。でインフォプレーナーなんですけど、要は今言ったね、この最終的に飛んで LP があるっていうのを作る人です。全部自分で商品を作って、まあ、デジタルであれば、動画とか作るわけですね。動画とか PDF とかね、さっきの犬のしつけの方法でもいいですよ。ワンちゃん毎日撮ってね、こうやってしつけるんですよって撮って YouTube にアップして、 YouTube のそのソースコードをサイトに貼り付けて、サイトロックしてパスワードね、やんないと入れないようにしてってやって商品を出して作りました。サイトね、サイト作りました、パスワード入力してくださいとかあります、ね、でこれをこれそのまま売れないですよね。だからこの商品を紹介するためのページっていうのを作ります。これがよくあるランニングページですね。この最初になんとかなんとかってね、めっちゃいいこと書いてあって、結構売り上げナンバーワンとかね書いてあって、でこの商品はこれが良くてこれが良くて、こんな人におすすめです、こんな人におすすめです、こんな悩みありませんかってね、でこう申し込みボタン作ります。でこう決済リンク、決済用意してっていうのがインフォプレーナーの仕事です。これを紹介するのがアフィリエイトですね。アフィリエイトっていう感じですね。さっき言ったプロダクトローンチっていうのは、これを自分で作って、これも自分で作って、あ、これも自分で作って、これも自分でやって、これも自分でやるみたいな感じです。かなり難しいですね。お金がある人はいいんですよ。だから最初はね、最初にお金がある人はこれだ、自分で作ってアフィリエーターにお金バン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 投げて、で集客してもらう。そうすればね、こっちはもう自分の仕事じゃなくなるんで、資金がある人はこれでいいです。ただ資金がない人は、じゃあこれを作りました、じゃあブログ、フェイスブック、ツイッター自分で育てて、そこで販売しなきゃいけないから、またそこのね手間と時間がかかると。だからお金がある人は授業で普通にできるんですよ。授業として自分で商品作って、もうリスト持ってるアフィリエイトいっぱいいますから、その人にお願いしていくら払うから宣伝してくれと、でもう一気にインフォプレーナーとして利益を上げられますから。だからある程度資金があったら、まあ、こっち挑戦してもいいと思います。まあなくても実際売れるっちゃ売れますけどね。でインフォプレーナーってこれネット上での話なんですよ。これのリアル版が要はコンサルタントです。情報提供者ですよね。ただネット上で売ってないだけで、リアルで売ってるだけです。コンサルタント、リアルで言うとね、ここの人はあれですよね、ブローカーとか言われる人ですよね。リアルで言うと、たまに言うじゃないですか、保険とか不動産とかいっぱい持ってる人何かしら買ってくれっていうね、セールスする人いるじゃないですか。でまあアフィリエーターはブローカーって感じです。でもこれ普通の小売業ですね。店舗ビジネスと同じです。普通に雑貨屋さんとかと同じですよね。実はネット上でやってるだけなんです。だからすごいね、実際そんなに難しいことじゃないです。今いろいろね話しましたけど、要はこれがネット上で行われてると、言葉が変わるだけです。でなんかややこしそうに感じますけど、まあこんな感じですね。だからもしこっちになってね、インフォプレーになってめっちゃ大きく稼ぎたいという方も、僕はこっちのコンサルタント先にやることをお勧めしますね。そうすれば
要は教えてることただ動画にすればいいだけなんで、でまとめて売ればもうこっちになりますから。そうそうそう。だから逆にほら竹信さんとかもね、もうありますから、ノウハウとかあるわけだから、それ誰かに例えば、まあ、今無料で教えてね、無料で教えていいので、何人か無料で教えて、その教えたことを思い出して、で動画に撮って、で作業とかもね、スカイプとかするじゃないですか。スカイプしたらそのスカイプの画面撮って録画して、画面録画して、で全部 YouTube にアップして、でサイトにまとめて売ればもうインフル増えます。そうそうそう。はい、質問してもいいですか。はい、メンターの方に出会われてやられたのは何、はい、アフィリエイト。僕は転売ですね。あ、転売なんです。僕は転売で結果出ましたね。30万ぐらいとか、月30万ぐらい稼いで、それを教えるようにして、その人の教えとしても基本的にはこれで実績上げたらもうすぐこっち行けって言われてたんで、あ、ずっと転売やってても、ね、頭打ちあるんで、まあ、数百万までいかないですよ、転売でやるんで ね、 ですね。なかなか難しいじゃないですか、はい、やるとしたら本当にもう小売業にしないといけないんで、僕の知り合いにもいますけど、ね、普通組織作ってちゃんとパートさん雇って事務所構えて、そこに全部仕入れしてね、最初からいっぱい買って、で もうそれって普通の業者じゃないですか。そう、そう、それ普通の事業ですね、はい、それも完全な小売業。そうなってくると もはやネットビジネスではないですよね。ただの小売業です。ネット販売を中心とした小売業です。だから自由とかそういう感じとはちょっと違うかなというふうに若干ありますけど、まあ、稼ぐに特化するんだったらそっちに、そっちは結構多いですよね、転売の人ってね。そうです、まあ、それで結果を出して、インフォプレーナーに行くかアフィリエーターに行くか、そのまま小売業に普通になるかっていう流れです。普通に小売業になるっていう。だからこう考えてほしいですね、これのネット地盤なんだっていうこと。インフォプレーナーもやられたことあるんですか。あります。あ、僕この教材持って自分で作ったやつ。あ、そうなんです。今僕の全部体験談なんで、この、ね、ノウハウを教材にしてサイトに埋め込んで、ね、はい、パスワードロックかけてで僕持ってます。そうした場合に、はい、冒頭の話でもありましたが、はい、やはり対面が一番出やすいじゃないですか、はいはい、でコンサルタントで例えばじゃあ50万でコンサル取ってました、はい、インフォプレーナー同じ額で取れないですよね、もちろん。そこはですね、サポートの差とかもありますね。だから同じじゃない方がいいですね。やっぱ下げて下げた方がいいです。た方がいいです、はい、イメージとしてはその何、対面で教えられない人にしょうがないから作ってるぐらいのイメージの方がいいです。あ、なるほど、ね、通えないからっていう人向け。そうしないとさっきの一番最初の話じゃないですけど、売れてガハハになっちゃうんで、そうならないためにはそっちのマインドの方がいいですね、うん、直接教えてあげられないから仕方なく動画で教えるっていうことをコンサルでやってると、どんどんコンテンツ溜まってくんで、あとまとめて普通に販売すればいいだけですね。だからメールサポートのみで、安くするとか、その代わりね、だからメールサポートなし、全くサポートなしでもう売り切りで、で、もうめっちゃ安いとかね。でも面白いことにね、僕もいろいろパターン試しましたけど、やっぱね、売り切りのサポートなしとか、ね、100% 結果じゃないです。ですよね。1万2万の世界の商材じゃん。僕同じこと言ってるんですよ、動画で。同じこと教えてもやっぱりね、出ないです。これ不思議なんですけどね。あとは金額高ければ高く出す人の方が出ます。これ不思議なんですけど。気合の問題、結局ね、マインドですってことなんですよね。結局その、何、その切羽詰まってるかどうかとかね、結構そこに、僕もだって200万借金してもう日中も経ちもいかなくなって、で、やっと出たんです。もう稼がないと死ぬ状態に追い込んで、自分をね、そう、そしたら稼げようになったんですよね。だから、そこは結構不思議。あ、カフェ大丈夫ですか。お疲れ様です。お仕事ですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。また、じゃあまた来週お願いします。はい、はい、そういう感じなんで、なんでもうすでに何か持ってる人とか、なんか教えれることがある人はこっちにいきなり行ってもいいと思いますよ。まあ今回はね、アフリエイトの話なので、アフリエイトのお話をメインにしましたけども、そもそもネットビジネスの種類はこんな感じですっていうのを全体を把握して、その中で何をやるのかっていうのを決めないと、わけわからずにじゃあこれ買いましたってね、やるともうわけわからなくなっちゃうんで、結果出ないんでね。自分がどこにいるのか、どこがやりやすいのか、何に向いてるとかね、ブログだったらコツコツ毎日書くとかね、ありますし、コツコツ毎日ブログ書けないんだったら、インフォプレーナーにもいきなり行っちゃうとかね。あとは、僕はあんまり向いてなかったんですけど、物販とかね、やり取りしてこうなんか梱包してとかね、僕すごい嫌だったんで、僕はこっちに行くためにこれ頑張ったんですよ。そう、さっさとこれ終わらせたいと思って、ガーって頑張ってこっち行ったんです。こっちのために僕はこれやったって感じです。わざわざね、実績ないと売れないじゃないですか。まあ、実績なくても売ってる人いっぱいいますけど、アフリエイト、アフリエイトとかは実績なくても売る人いっぱいいますよね。なんかこの商品の良さとかバーって書いてね、買う方はこちらってやるじゃないですか。かっこ俺はやったことないけどねってことなんで。そうそうそう。それは僕嫌だったんで、アフリエイターとしては成り立たなかったですよね。まあマインドもできてなかったし、だから稼げなかったっていうのもあるんですけど、ね、本当にいいものがあるよ、あ、いいもので自分が結果出たものであれば紹介はできますけど、特に僕 Facebook とか普通の友達もいるんで、地元の友達とかそれにね、紹介してくださいとか言って言われてもね、俺結果出たら紹介するの嫌だなと思って。まあ単純にね、そうそうそう、まあ実際その時点でちょっと、うん、まあビジネスマインドになってなかったのかもしれないなと今になって思いますけども、まあそういう感じです。なんで、まあ全体を把握してね、その中で何をやるのか、まあ、これは職業とかでも同じだと思います。飲食店やるだったらラーメン屋もあるし、中華もあるし、和食もね、フレンチもあるじゃないですか。それと同じなんですよ。だからネットビジネスイコールアフィリエイトじゃなくて、まあ、いろんな種類があって、その中で自分に向いたものを探さないと大変なことになってしまうというお話です。はい、それではですね、今いろいろと言いましたけども、じゃあ稼ぐための収入の方程式というのをお話します。字になってるかな。まあ、これはですね、難しい話じゃなくて至ってシンプルなんですけど、収入イコール、はい、これ問題です。では、高藤さん、はい、ここに入るものは何だと思いますか。収入イコール、はい、収入ですかね。自分の収入ですね。はい、はい、労働収入、収益ですね、収益。自分の収入を計算するときにどういう計算式を使った方がいいか。自分の収入ってコントロールできるんですよ、そもそも。自分の収入をコントロールできるとしたら、何と何が必要かってことですね。足し算じゃない、掛け算。じゃあヒントをします。利益、利益と時間、時間、利益と時間かけたらサラリーマンですよ。そうか。そう、時間で働いてるわけですから。利益と、じゃあ何でしたっけ、すいません、自分の消し
西本です。西本さんです。西本さん、わかりますか。いや、利益って出て分からなくなりました。あ、分かんなくなりました。はい、普通ですね。客数ですね。客数、あ、そうか、うん、これ単純ですよ、すごく。じゃあ収入をね、100万円にしたいと。月100万円にしたいとする。そしたら例えば、10万円の商品を10人に売るわけですよね。そう、単純にこの計算です。だから月100万円になりたかったら10万円商品を10人に売ればいいだけですよね。だからそれはすごい簡単なことなんです。ただここでちょっと、ね、計算をしなければいけないんですけども、まあその前にパターンですね。例えばじゃあ1万円だったら100人ですよね。1000円だったら1000人、1000人、違う、1000人、はい、なるわけです。これ結構難しそうですよね。これいけそうですか。100人に売れますか、1万円のもの。計算、月に1ヶ月いけそう。あ、なんとかいけそう。なんとかいけそう。これはいけそうですか。10万円、10人、はい、あ、いけそう、はいはい。で、まあこの上にね、100万円1人っていうのもあります。はい、なんか単純だから、それ50万円だったら2人ですよね。で、ビジネスって集客が一番大変なんですよ。この客数ってとこが一番大変なんですね。だから僕は、ここ単価を上げてこっちを増やすのは僕はおすすめしてますね、基本的に。例えば、35万円だとしたら3人です。月3人です。100人とかね、10人とかって実際やってみると分かりますが、結構大変です。3人だったらいけそうじゃないですか。まあ単純にね、こっちを売れ、この金額を売れるか売れないかは今無視してですよ。自分能力的に売れるか売れないかは無視ですよ。単純に3人を35万で売ったらね、100いきますから。そういう計算で、とかこれも全部ね、アフレートもそうです、全部。100万円に行きたいんだったら、アフレートで例えば5000円の報酬のアフレート商品を、じゃあ何人に売らなきゃいけないで計算するわけです。これ200人ですか。200人ですね。じゃあ200人売るためどうしたらいいのか。じゃあ制約率がいくらか、いくらかっていう話になります。これ数字の話なんでちょっとあれですけども、そもそも200人制約するってことはもっと多くなきゃいけないですよね。全員買うわけないから。でアフィリエイトセンターとか、さっきのよくありますけど、あの数値が出てるのもあります。これ何パーセント制約率って、このページがね用意されてるじゃないですか。このページ紹介したら何人見たら何人買ってくれるっていうパーセンテージが出てる商品もあります。だから例えばそれが、2% だとしますね。 2% だったとしたら、これ分かります、計算。200人、4万人か、4万人にリーチしなきゃいけない。4万人にまず伝えることができなければいけないってことですね。だから例えば Facebook でもメルマガでも、メルマガ読者が4万人いればいいってことですよ。メルマガ読者4万人いて、5000円の商品ようやく売って月100万なわけです。だからじゃあメルマガアフィリエイトやりたいですって言ったら、5000円の商品を4万人に配って200人に買ってもらわなきゃいけない。結構やばそうじゃないですか。これ結構難しそうですよね。だからそれはできんのかな、できないのかなって自分で考えたりとかするわけですよね。だ全部これを計算して見込みがないとやっちゃいけないです、ビジネスは。とりあえずアフィリエイトやろうと思って、とりあえずメルマガ読者増やそうとかね、とりあえずなんかと Facebook 友達増やそうとかね、で意味ないです、これ計算できなかったら。だってお金を稼げなきゃ意味ないわけですから、ビジネスって、ね。
まあ、最初の話でね、ビジネスとはって言ってね、お客様のためって言いましたから、まあ、その結局ね、その根本、お客様のためという根本での話ですけどね、これは、もちろん。で、例えば、このジャンルの話もね、ちょっとまだしなかったんですけど、この4万人がね、全員、例えばメガネかけてる人だったとしますね。ありえないかもしれないですけど、全員メガネかけてる人だったとします、4万人がね。そういう人たちにメガネのアフィリエイトをしたらめっちゃ売れそうじゃないですか。新商品のメガネをね、新しくメガネ出ました、画期的に世界初みたいな、それも売れると思います。でもそもそも視力が良くてメガネ全く必要ない人にメガネの商品を売ったって意味ないじゃないですか。そこでまた制約率って変わってくるんですよ。属性っていうんですけどね、これが結構大事で、だからひたすらにじゃあメルマガ4万人いたらいいのかっていうわけではないんですよ。だからそうでもないです。だからメルマガってめちゃくちゃ難しいんですよね。メルマガとかそっち系ってとりあえず集めればいいだけじゃないですよ。で、Facebook で5000人集めてメルマガ登録してくださいって言って適当にね、バーってやって集まった4万人がいたとします。ただその人たちがどういう人たちなのか分かんないから、商品売ったとしても売れない可能性があるんですよ。極端に言ったら選ぶ商品間違えたら1個も売れない可能性があります。だから難しいんですよね、メルマガって。これはメルマガじゃなくても同じです。 LINE も同じだし、 Facebook とか Twitter も同じです。興味ある人を集めていける。そうそう、そう。例えば、僕の場合だったら企業とかね、ネットビジネスとか興味ある人集めなきゃ意味ないわけなので、全く興味ないね、もうすでに起業家で成功してる人とか、興味はないくはないかもしれないですけどまあね、もう別に俺自分のビジネスあるからいいよみたいな人たちを1万人集めようが2万人集めようが意味ないわけです。そう、だからその概念としてまず、僕今日ねメルマガアフィリエイトとかそういう話をしてますけども、まずまだね、その月50とか60とか100とか行ったことない人はまずアフィリエイトとかじゃなくてもいいから、もうリアルでね、そのリアルでもいいから行った方がいいかなと僕はすごい思ってます。リアルで人に商品をね、価値を提供してお金をいただくってことを体験しないとネット上でも難しいんですよ。結局僕もそうだったから稼げなかったんですけど、結局それに慣れないと、その価値を提供してお金をいただくってことに慣れないとネット上でもできないですよ、なかなか。だからそのリアルでやることによって練習ができます。まあその商品売らなくてもいいですけどね、別に。だからそのカフェ会もそうですけど、まあ参加してね、なんか何でもいいですよ。カフェ会に参加してもらうってことでも、それもビジネスですから、そういうの慣れることがすごく大事。そうすると、決まる決まらないとか分かってくるじゃないですか。この人は来る、この人は来ない。こういうタイプの人は来る、こういうタイプの人は来ない。っていうのが分かってくると、それが、要はこの属性を集めるっていうことに入ってくるんですよね。だからカフェ会によく来る人リストっていうのが頭の中でできますね。そうするとこの人たちはどんな職業だったかなって思い出すと、大体この、その大体の属性が分かってきますよね。そしたらこの属性が集まっているパーティーとかに行けばごっそり集客できるわけじゃないですか。そうそうそう、例えばサラリーマンのね、 OL だったら、 OL がやったら、ね、来るデータがあるんだったら OL がね集まるパーティーとかね、一気に行って名刺配りまくればもうみんな来るわけですよね。確率が高い。ビジネスってそういう風に考えていくわけなんですよね。だからそれをまずリアルでやってからネットに行く方が僕はおすすめかなと思ってます。はい、ここまでで何か質問ある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。いいですか。はい、はい、今回アフィリエイトということで、吉本社長が考える、はい、まあ、初心者がこう一番入り口として、まあ、いいアフィリエイトっていうか、まあ、私は PPC かなと思うんですけど。ああ、なるほど、はいはいはい。どのようにお考えかなと思いました。僕もね、アフィリエイトだったら PPC いいと思いますよ。 PPC か、あ、そうだな、ちょっと手間かかるけど、やっぱブログが入るとですかね。ああ、ワードプレスとか。あれ、ワードプレス系は、実際アフィリエイト講習
とか出なくても知識身につくんで、すごいいいかなと思うんですね。なんか下手にコピーライティングとか学んで SNS を出てなんか何もなんなかったとはならないんで、ワードプレス系はサーバーとかドメインとかやらなきゃいけないし、設置したりね、アクセス解析したりとか難しいけど、なんか知識がつく。あ、そっか、そのまま PPC に持っていっても同じ。そうその PPC もできるし、結局 PPC もね、サイト作んなきゃいけない、ちっちゃいやつ。 PPC はどっかでやったことあるんですか？今はちょっとやってる、はい。あ、どっかで学んでるんですか？そうです。あ、そうなんですか。はい、なるほど。あ、その物販のところで、ね、ああ、サイドメニューみたいな感じ。サイドメニューで教えてもらってるみたいな。あ、じゃあがっつりなんかコース入ってとか、そういうのじゃないですか？そうですね、今のところ。あ、なるほど、はい、分かりました。まあ、BPC アフレートはでもかなり賢明な選択だと思います。ただそのマイナスがあるんでね。そうですね、まあ抑えれますけどね、リスクは。ただその結局報酬が2ヶ月後なんで、アフレート報酬って、そう、今お話ししましたけど、アフレート報酬って大体2ヶ月後くらいに支払われるんで、数字としてはサイトに表示されますけど、自分の口座に振り込まれるのは月末地面の翌々月払いって感じなんで、その、あ、ね、PBC アフレートとかだとその月に広告費が全部出てくるんですけど、それを相殺するお金は2ヶ月後に入ってくるっていうね、結構切ない切ない仕組みなんですよ。だそこに耐えれるかなっていう部分ですよね。あとは、あとはその細かく作業するのが得意な人はかなり PBC はいいかなと。僕のパートナーでも PBC で100ちょい稼いでる人いますけど、月報酬で100、報酬で100。その人も今はもう、なんだ、こう、もう管理するだけっていう感じで。ああ、そうですよ。そうそこまで行くとね、すごい楽だと思いますけど、まあでもその人も半年でやっとって感じって言ってましたね。がっつり教えて、はい、半年でやっとコツがつかめるって言ってました。1年2年のスパンで見ないと結構厳しい。結果出るのは時間かかりますね、PPC は。確かにその売れる商品の感覚をつかむまでが大変って言ってましたね。そんな感じです。他には質問とかございますか？大丈夫そうですか？あとはですね、一番最後軽くお話しますけども、大丈夫ですか、まだ多分はい。あとはですね、最後マインドセットのお話をします。ちょくちょく僕もですね言ってますけど、結局マインドだみたいな話をしてますよね。そう、じゃあそのマインドを養うためにはどうしたらいいのか。まず一つ、付き合う人を変える、はい、次は住む環境を変える、で次が時間の使い方を変えるですね。まあね、この中でぶっちゃけめちゃくちゃがっつり変わるのは住む環境を変えるですね。これはねよく言われてることかもしれませんけども、これはね本当にめちゃくちゃ変わります。すぐ住む環境を変えるという。無理するってことですか？無理します。無理します。カツカツにすると。そうですね。あとはそのいいところに住む、セルフイメージを上げるってことです。例えば六本木に住むとか、あとは西麻布でもいいですし、まあ、港区に住むとかね、青山とかね、
そうすると歩いてる人とかもう犬までも高い感じなの。わかります？これ多分ね、住まない住んだりよく行ったりしてると分かんないと思うんですけど、もうね全部高いみたいな感じで、高いオーラに包まれてるとセルフイメージわかります。犬まで高い、そう、犬まで高い犬まで高いですよ、本当に。なんか細い、なんかこのこういうのね歩いてるやつか、あのディズニーとか出てきそうね、あの細いやつとかね。確かになんか野良猫とかも結構いい血統の野良猫とか、そうなんかチワワとかもね、なんか真っ白ワッターのなんかクリッとしたね、もともと標準で買ってる値段が違うんじゃないかっていうね、あの血統正直のね、そういうのがあります。アナウンサーとかね、芸能人とかもいっぱいいるんで、普通に見かけるんで、そういう環境にいるとやっぱりセルフイメージが上がります。当たり前だってなると基準が上がりますよね。そうすると高額な値段を請求したりとかね、例えばそのコンサル料金とかだったり、そのあとはまあサービス料金だったりっていうのを、まあ、普通に高く請求するのは当たり前ってなるんですよね。そうすると自分の利益ももちろん上がりますし、自分の価値が高まります。そうするとその自分が生み出している商品サービスっていうのは、もともと自分の価値が高いって思って思えることによって価値も高くなりますね、商品の価値も。そうすると高い値段が売れるんで、さっきみたいな方程式をね、この単価っていう部分ですね、35万だったら100万いくよみたいな、3人で100万いくよみたいな、これが当たり前に計算できるようになるっていうことです。で本当に35万で売れるし、別に全然価値あるよと思えれば本当に売れます。まあもちろん内容は最高のものにしてくださいね、うん、変なものを売りつけたらダメですよ。自信満々でね。あとは最初にあのそのことをね、何人かに無料で教えて試してみたりとかで、成功したものを渡すとかね、お金を払って。僕も最初はそうですよ、1万円5万円でコンサル売ってました。最初自信なかった。でそれで練習してどんどん10万円20万円30万円で上げてきました。だそれはこの住む環境を変えるっていうのも大きかったです。やっぱり地元に住んでたら確実に35万円は取れなかったと。そういう感じで、まあ、付き合う人を変えるっていうのはよく言いますよね。あとは付き合う人を変えるっていうのは、その起業家と常に一緒にいるとかね、あとは自分より稼いでる人とずっと一緒にいるとか、そういうことが非常に大事です。だから同じ仲間とずっと一緒にいるっていうのは一番やっちゃいけないことですね。常に自分より上の人と付き合っていかなければいけないし、常に、事業をね上に発展させていくために必要な人と会ったりしていかなければいけない。付き合う人を変える。僕がまだサラリーマンの頃はもうこれをひたすらやりましたね。やっぱりセミナー行ったり、ひたすらセミナー行ったり、なんかそのためにね仕事をしちゃった部分もあるんですけどね。いやセミナーとかやったら行きまくってると、勧誘めちゃくちゃあるわけじゃないですか。勧誘というか大体ね、物を売るためにやってるものが多いんで、そうめちゃくちゃこうセールスされて、俺に近づきたいんだったら来いみたいなね、買えみたいになるわけですよ。それで決断すぐ決断するやつは成功者になれるって言われて、はーいって言ってね、それやりました。今となってはまあいい思い出でしたけどね。まあなんだかんだ結果にはつながってると思う。まあ直接ではないけど、詐欺っていうかね、そういう商品を買ってね結果出なかったっていうのも全部実際自分のためになってます。だって30万円で買ったものがあるわけだから、その中身知ってるわけじゃないですか。だからその中身と同じものも作れるんですよ、一回買ってるから、ね、まあそういう意味ではすごい良かったと思います。セミナーもセミナー中に高額商品買ったこともありますから、今は別に僕セミナー中でも高額商品売ることもできますよね。体験して自分で買ったことあるから、買った人の心理も分かるし、だから無駄にはなりません。ただ遠回りしない方がいいですよね、もちろんそうだからなるべく近道をするようにしてください。でそのためには、教材とかよりも、なるべく対面に近いことものを選んだ方がいいです。これは断言できます、だから商材を5個買うよりは対面を2個買った方が絶対いいと思います。まず極端な話ですけどね。そんな感じで次は、まあこれはもう言いましたね、さっき住む環境を変える。だから地方とかの人は僕よく言うんですけど、早く東京に引っ越してくださいと。結
間で出ようが出なかろうが住む場所をまずトークンしてくださいと、まあ、できればその港とかね高いところに行ってくださいっていう話をしました。あと時間の使い方を変える、これはまあ物の見方を変えるっていうイメージ意味もあるんですけどもそもそもまあテレビとかはねまだ見てるのであれば、まあ、今すぐ捨ててくださいって感じなんですけどね、まあ、テレビを捨てる、あとは漫画とかね全部捨てる、いらない、まあなんか全部捨てることから始まるみたいなね、はい、僕も 今まで僕もね20違うなバイト始めてからラーメンやめてから一回もテレビのアンテナ線繋いだことありません。一応あるけど一応ありますけどアンテナ線は繋いでません。たまに DVD 見るんで、映画はねたまに見るんで、テレビはありますけどアンテナ繋がってないんでチャンネルを回すことはできません。まあ別に必要ない部分もあるんでなんかその時間を使い方変える、全部ビジネス頭全部ビジネスにする、そんなビジネスばっかりやって人生楽しいんですかみたいな思うかもしれないですけど、楽しいですよね。フリーランスって。フリーランスですか？いや、いや、私はまだ。あ、大丈夫ですか？はい。あ、そうなんですね。自分で、本当、独立すると本当楽しいですよ。楽しいっていうか、全部ビジネスになっても、全く問題ないぐらい楽しいし、充実します。だって、ね、働いても働かなくてもね、いい状況になりますから。明日休もうと思ったら休めるし。そのためには最初頑張るって言ってるんですよね。だから全部ビジネス毎日ビジネスとか考えてるのが慣れれば別にそれも苦じゃないし、実際ね苦じゃないし実際稼げるようになって独立して、まあ、会社作ったりとかね、まあ、こういうとみんなの前で喋ったりするようになれば全くもう楽しい、もはや楽しいしみたいなところはすごいあるので、まあ、それぐらい最初は頑張ってほしいなと思います。で、お金も稼げるようになって、で、まあ、結局ね今日お話ししたことって結構アフィリエイトの経営なんですけれども、まあ、そもそもアフィリエイト系じゃなくても自己実現として独立して自由な生活をしたいっていうだけだったら別にアフィリエイトとかネットビジネスやんなくてもそんな大丈夫です。普通にコンサルタントとして独立して普通に商品売ってだけでも別に全然自由ですからね。実際そう1日何件か月にね10件ぐらい人と会ってでセールスしてで、利益得てで、終わりみたいな感じですから、別にわざわざ難しくネットビジネスやんなくても実際はあの稼げますし100万、200万ぐらいだったらね自由は手に入るんでもう速攻でね会社辞めたいとか速攻でビジネスで生計立てるっていうのであればいちいちネットビジネスやると遅れちゃうんでやることが多いですから、ネットビジネスってね普通に体で稼いで普通に独立しちゃってからネットビジネスやるのは僕はありだと思います、うん、全然、うん、だからまあ集客はネットでねやって僕も基本的にはパソコンで全部やってますけどまあ電話とかメールとかの場合もありますけどねその契約するときはねじゃあまあネットで集客して、まあ、別にリアルでもセミナーでもネット完結でも収入源はあるからまあ、パソコン一つでっていう点では別に同じです。アフィリエイターとかと、うん、そうだからそこはなんていうんですかね目標に、近くなるようにするにはどうすればいいのかっていうふうに考えた上でネットビジネスを選択して、ね、それがアフィリエイターなのであればアフィリエイターもさっき言いましたけど全体像をねちゃんと把握した中で選ぶ。そもそもね僕もいろいろ聞いてますけどネットビジネスやる必要なくねっていう人結構多いんですよとりあえず会社辞めたいんですけどみたいなねとりあえず自由を手に入れたいんですけどみたいな、いや別にネットビジネスじゃなくても自由になれるからみたいな今ねパソコンで接続すればね大体できますから実際ネットねその小売業だってね店舗構えてるだけで全部商品ネットで売ってるお店もありますし、そう、まあ、そんな感じですね。何か質問最後にありますか？もう終わりですけど。はい、大丈夫ですね。はい、それでは今回アフィリエイトメルマガセミナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。